だからちょっと前にかこうちょっとやってほしい、ためてグリップにして、今までは多分エリートグリップの上に親指入れてこうやってやる、そうですね、この状態でまっすぐちょっとこうして、だんだんね、これ考えなくても普通に置いた時にこうしたくなってくるから、なぜならばこの物体のまっすぐだから、例えば目つぶってこうやってやっても、そう、こうなるから、やってみて、これちょっとこうくらいやってみて、でぐるぐる回して一番心地いいところになってみて、そこはまっすぐ、あれこれだいぶ内側にある、そうこれね、これにいいんだよ、ほら、おお、でしょ、大体こうなる、そう、でもこれを僕らは学生の頃とかこうやって目つぶってやらされて、大体こうやってなる、そんなのにほらお前閉じてんじゃねえかって怒られるわ、怒られるって方がおかしくて、本当はこれがまっすぐなの、クラインとして、そう、今ゴーちゃん感じた方、まあバックラインがあると結構ここで感じやすいんだけど、だから大体ここかここ気持ちいいでしょ、ここか、骨も気持ちいいし、ああ、ちょっと下に重さがある、そうで、これやってみて、そう、下に重さがある、すごい、これもまっすぐなの、ね、だからこれかこれのどっちかなわけです、うん、でもこれは右にずれてる段階だから、そう、で右にずれているよ、こうやって一面払えるようなところ、いわゆるスクエアグリップという人は初めから右にずらしてるって言ってる、その右にずらしたものをスクエアにすると、こうやってこのねじりによって戻して使ってる、それに対して今ゴージャスがタイガーとかマキロとかは普通にこうやって握ってる、もうそもそもまっすぐに握ってて、でそのまままっすぐに押してる、そうすると体もこうやって動き出す、今までは逆に動こうとするじゃん、こうするとはいって、そう練習上はだいぶ来てるよね、もういい、あと屈折が足りないのと前傾が、うん、こういうね、でも、なんでそういう風に入れたくなるかって言ったら、これが答えになるから、そう、ここが分かってくると、本当、絶対にこうやってグーって入ってこないで、そう、フィニッシュ鍛えてる、そう、そう、毎回そこに行きたくなるから、普通は。で、アドレスインパクトは一緒じゃないから、本当はこのまま打ってもいいです、そうでもちょっと自分でこのとこから自分でこっち側に左手は変えない、ちょっとねじる3度、それだけでもいいで、ねじって私はアドレスにねじったわけだから、インパクト力を入れてちょっと戻ろうするじゃん、そうするとクラブが落ちる方向に自然にいるから、気合入れば入るほどバッても自然に、でもこのこっちのトルクがない時にミスショット、あー、まっすぐまっすぐ、そうスピンアウトしてる時もそうだから、ちょっとこうにしましょう、そうこっちにねじったりしよう、これ普通に来た時にパンに戻るでしょう、そう、そのイメージ、でもこの 1m 先にあるこいつを戻そうとするとこいつは戻ってるし、そこにつながるんですよ、ね、そうこれのせいで、こいつのことが戻る、ちょっと左手意識してこう、そう、動きで言ったら分かってほしいから、やってほしい、こう言ったら、とりあえず、なんかこう、右回りで1回、2回回したら、3回目で、2、で、同じ動きなんで、体が、土台を動かす3、そうするとこの動きが入った、だから、土台が何も動かなかったら、この手としてはこの動きなんだけど、こっちに体を出して、内側から、1。そう毎回このフィニッシュ行きましょう、左足上で骨盤の動きになります、こういうのいい、これ乗ってればいいから、これテーマだから、そう、でもなんで乗りやすくなるか、そのここね、そう、このおかげだ、ちょっとやってる、7番だったらこれ5番で当てるぐらい、5番で当てる、そうすぐリロフトで当てるぐらい、
状態で。リロフト。リロフト。このリロフトも立って。そう立って、もう10度20度立たしている。なるほどね。そうそう。ないないない。そう上げようとしてるわけ。ポンって。